2024年4月12日、日本時間13日午前7時30分から UNEXT 配信、p f l 2 2 0 2 4レギュラーシーズンが、米国ラスベガスのザ・シアター・アット・バージン・ホテルズにて開催される。写真、雷陣で武田浩二を下したガジラバダノフもレギュラーシーズン参戦。ライトヘビー級とライト級の、レギュラーシーズンバウト、が行われる同大会では、 元ベラトール世界ライト級王者、現3位、デライジンでも戦ったパトリッキー・ピットブル、フレーレ、ブラジル、が参戦。2023年シーズン準優勝のクレイコラード、米国、と対戦する。155ポンド20ペンス、70.39キログラム、で軽量をパスしたパトリッキー・ピットブル、ブラジル、は、 TFL のレギュラーシーズン参戦で2試合を勝利し上位通過、プレイオフ進出を目指す。会見でパトリッキーは、TFL ならではのルールやシステムの違いについて、肘禁止のルールに合わせての練習や、シーズン制で2ヶ月で2試合するので怪我をしないように注意するとしながらも、コラードとは、打ち合い上等の、ファイトオブザナイト、受賞間違いなしの試合になるだろう、とも語っている。 2024年はいい年になると思ってる。かつて子供たちの憧れはサッカー選手だったものだが、今はあなたのようなチャンピオンになりたい、と言ってくれる。信じられない、素晴らしいよ、と高いモチベーションを持って PFL 偉人に臨む。対するクレイ・コラードは155.6ポンド、7 0 5 7ラムで軽量をパス。昨シーズンを準優勝で終えたが、 2月のベラトールとの対抗戦で A.J. マッキーに腕十字で敗れた寝技が弱点となり2連敗で迎える新シーズンに向けてグラウンドを強化してきたことを明かすと K.O. キングブッテル・パトリッキーが打撃で勝負しようというならファイト・オブ・ザ・ナイトは確約されたようなもの相手のパンチには警戒するが自分と打ち合おうというならぶっ飛ばすだけとこちらも大会一の激闘を予告した メインイベントのライトヘビー級レギュラーシーズンバウト5分 3R では2月大会にベラトールミドル級王者のジョニー・エブレンと大激闘を繰り広げたインパカさんがない米国が2ヶ月のインターバルで登場ベラトール選手のアレックス・ポリッチ米国と対戦するまたコメインの同級2022年シーズン王者ロバート・ウィルキンソンゴーシューは 同じく元 UFC のトム・ブリース、イギリス、と対戦。4社ともに軽量を無事パスしている。TFL2、2024レギュラーシーズン軽量結果。メインカード、4月13日、土曜日午前10時、日本時間、開始予定、UNEXT 配信。下向き黒三角ライトヘビー級レギュラーシーズンバウト5分 3R。インパカさんがない、米国、 15勝4敗204.8ポンド9 2 8 9ラムアレックス・ポリッチ、米国、10勝3敗204ポンド9 2 5 3ラム下向き黒三角ライトヘビー級レギュラーシーズンバウト5分 3R。ロバート・ウィルキンソン、豪州、17勝2敗205.8ポンド9 3 3 4ラムトム・ブリース、英国。 18勝4敗205.2ポンド93.07キログラム。下向き黒三角ライト級レギュラーシーズンバウト5分3アール。クレイコラード、米国、24勝12敗155.6ポンド70.57キログラム。パトリッキーピットブル、ブラジル、25勝12敗155.2ポンド70.39キログラム。 下向き黒三角ライト級レギュラーシーズンバウト5分 3R。マッツバーネル、デンマーク、18勝5敗156ポンド 70.76kg。マイケル・デュフォート、カナダ、12勝4敗155.8ポンド 70.66kg。下向き黒三角ライトヘビー級レギュラーシーズンバウト5分 3R。サディ・ブーシー、スウェーデン。 16勝7敗2分け205ポンド 92.98kg。ジョシュシューベイラ、米国、12勝2敗205.4ポンド 93.16kg。下向き黒三角ライトヘビー級レギュラーシーズンバウト5分 3R。アントニオ・カルロス・ジュニア、ブラジル、15勝5敗205.4ポンド 93.16kg。シモンビヨン、カメルーン。 9勝3敗205.4ポンド 93.16kg。アーリーカード、4月13日、土曜日午前7時半、日本時間、開始予定。下向き黒三角ライトヘビー級レギュラーシーズンバウト5分 3R。ドベルジャンヤクシムラドフ、トルクメニスタン、21勝7敗1分け205.8ポンド 93.34kg。ヤコブネドースロベニア、 8勝一杯206ポンド9 3 4 4ラム下向き黒三角ライト級レギュラーシーズンバウト5分 3R。ブルーノ・ミランダ、ブラジル、16勝4敗155.4ポンド7 0 4 8ラムブレント・プリマス、米国、12勝3敗155.8ポンド7 0 6 6ラム 下向き黒三角ライト級レギュラーシーズンバウト5分 3R。ガジラバダノフ、ロシア、20勝4敗2分け155.8ポンド 70.66kg。ソロモン・レンフロ、米国、11勝4敗155.6ポンド 70.57kg。下向き黒三角ライト級レギュラーシーズンバウト5分 3R。エルビン・エスピノーザ、ニカラグア、 9勝0敗155.4ポンド7 0 4 8ラムアダム・ピッコロッティ、米国、14勝5敗155.6ポンド7 0 5 7ラム下向き黒三角ヘビー級ショーケースバウト5分 3R。マルセロ・ヌネズ、ブラジル、10勝2敗241.6ポンド1 0 9 5 8ラムジョーダン・ハイダーマン、米国、 7勝1敗246.2ポンド111.67キログラム。